ソーオン・トン・アビーのゲートハウス・トンブリッジ上のゲートハウス20世紀に建てられたマンチェスター大学の装飾的ゲートハウス・ゲートハウスは主に中世ヨーロッパの城や城郭都市において城門と一体として建てられた建築物である。日本語では門島、門郎と訳され、楼門や楼門主等と表記されることもある。地中海世界を含むヨーロッパでは 古代初期より城や城郭都市の入り口を守るゲートハウスが作られることがあった。時代を経てゲートハウスは幾重もの防御機構を持つ高度な軍事建築物に進化した。ゲートハウスには城門を閉じるために羽橋落とし格子及び門扉が備えられるのが一般的であった。また出し狭間ま石落とし、殺人口や狭間といった側暴頭などと同じような軍事機能とともに 居住機能も合わせ持っていた。ヨーロッパ中世の城郭が進化の頂点を迎えることになる12世紀後半、それまで工場戦にて、老状側の抵抗手段は、城壁や塔の上から石や熱した油を落とす程度であったものが、城壁や塔に矢様を設けて、クロス棒を用いて反撃を行うようになった。城壁には壁面から突出する半円形の塔を廃止。 そこに矢様を設けることで城壁に取り付く敵兵に左右からいかけることが可能となった。城の軍事的機能の中心は天守塔から側坊塔を廃した城壁に移行していった。城の入り口の城門は一基の塔内に組み込まれていたり、一基、または二基の塔が脇を固めているものが多かったが、十三世紀になると天守塔の機能も兼ね備えた牢門である。 ゲートハウスに発展した。この複数の塔に囲まれた四角の建物は防衛機能とともに居住機能も併せ持っていた。ついには城とは強固な城門であるゲートハウスと側棒塔を廃した城壁そのものとなり、城壁に内設する形で居住スペースなどの建物が配置された。この様式の城のことをカーテンウォール式城郭と呼ぶ。 ここにいたり天守党の軍事的意味は消滅し、強固な縄文であるゲートハウスがその役目を担うことになった。14世紀頃に中国から伝わった黒色火薬の製造技術が大砲の製造を可能にした。15世紀の砲弾には作薬や進化はなかったが、初速が大きく水平に近い軌道で飛ぶ砲弾の破壊力は大きかった。高い建造物は、 大砲の標的となったため、城壁は高さよりも厚さを重視するようになり、さらに地下に掘り下げて建設され、地上からはその姿を見出せないような要塞型の城となっていく。この時代になり、ゲートハウスは軍事的意味を失い、もっぱら装飾的建築物として建てられるのみになる。イギリスやフランスでは優美で雄大な入り口を持つ建物としてマナーハウスや 領主の邸宅として、城壁とは切り離され、単独の建物として建てられていくことになる。ありがとうございます。